皆さんこんにちは、真実を語る黒子です。本日は6月11日、午前11時20分ということで、初の画面収録での、動画を作っていきたいなと思っております。まあ、初と言いましても、この動画を撮る前に1年間の活動を振り返るということで、そちらも画面収録系の動画を作っております。まあ、YouTube の画面を見ながら、この動画はこんな感じだったなとか、この動画人気だったなとか、そんなお話をしているんですが、そちらも合わせてご覧いただきたいなと思います。場合によってはこのマロカレ堂の紹介動画とくっつけて一本の長い動画になっているかもしれませんし、それぞれ別に出しているかもわかりませんが、こちらはですね、マロカレ堂の紹介動画になっております。今、このマロカレ堂の看板の上にですね、ポインターがくるくると動いていると思うんですが、これが黒子が今ここを話しているよという基準になるものですので、この商品紹介等をしていくんですが、このポインターを追っかけながらご覧いただければなというふうに思います。はい、ということで、マロカレ動画正式に本日よりオープンいたします。で、ちょっとありがたいことにですね、たまたま今日からこのスズリというこの媒体の中でセールが始まりまして、 T シャツがなんと1000円オフになるんですよ。で、このサイトの、まあ、この媒体の仕様上ですね、本体価格というのがもともと、まあ、要は原価ですね。原価が決まっていて、黒子の、利益分というのが決まっていて、まあ、これは自分で変えられるんですが、それが合計しますと、販売価格になっていると。原価があって、利益があって、販売価格になると。まあ、当然の仕組みではあるんですが、この1000円オフだからといって、黒子の利益が減るわけではなくて、本体価格が抑えられるという認識ですので、単純に皆さんは1000円安く商品を手に入れられるし、私も利益率は変わらないという素晴らしいセールがですね、今日のお昼から始まりますので、ぜひ皆さん振るって、 T シャツが対象ですので、ご購入いただければなと思います。では早速なんですが、商品見ていきましょう。はい、こちら墨絵の黒子ちゃん、どうですか。これかっこよすぎません？はい、見てください、これ。ウィン。はーい。これはですね、単体の黒子ちゃんなんですが、こちらはですね、相棒というタイトルで、はい。まあ、こんな風に背中合わせで、黒子ちゃんと私が、座って立ってという絵になっておりまして、で、すべてのアイテムがそうなんですが、このアイテムについてというところに、今回お手伝いいただいた黒子ちゃんということで、絵描きさん方の、描き手さん方の情報を載っけております。一言感想もいただいておりますので、そちらも一緒にご覧いただきたいな、なんて思っておるんですが、こちらはマグロさんという描き手さんに描いていただきました。ありがとうございます。動画の便宜上ですね、すべての方々をこちらで紹介できるかどうかは別として、とりあえず一旦商品の紹介を進めていきますので、まあ、後からですね、編集上、イラストを描いた方々の情報をポーンと、差し込んだりもするかもしれませんが、音声の上では一旦商品の紹介というのをメインにさせていただきたいと思います。はい。で、こちらステッカーですね。オープニングロゴのいつものあれです。はい。そして、黒子ちゃん。新ウルトラマンのオマージュで、新黒子ちゃんということで、これ絵自体もそうですし、この下の大字の方も手書きで、書き手さんに書いていただいたものでございます。高橋さんというですね、本当にいくつも、イラストをお願いした方でして、先日プレオープンでも発表した七福神の黒子ちゃんも、高橋さんに書いていただいたものでございますが、新黒子ちゃんより、ロンパース、赤ちゃん服ですね、そしてステッカー、そして巾着、まあ、巾着もカラー展開がありますんでね、こちらもぜひ商品の方をご覧になってください。どうですか、このお顔の陰影なんかもかなりこだわって描いていただきまして、初代ウルトラマンの、この変身シーンをですね、オマージュして作らせていただいてるんですが、めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。はい。で、高橋さんのですね、気遣いが素晴らしくて、本来黒子ちゃんって二頭身ぐらいじゃないですか。まあ、これ見ていただければわかるんですけど、まあ、とても愛らしい、愛くるしいシルエットをしてるんですが、この黒子ちゃんのこのポーズを取ろうとするとですね、まあ、どうしても二頭身より実際にはスタイルが良くなってしまうということが、懸念点であったんですけれども、そのあたりをうまーくこうご調整をいただいて、お気遣いをいただきながら完成に至ったということで、本当にですね、至れり尽くせりなご対応を頂戴しまして、もう大満足の出
に仕上がっております。このマグロさんに書いていただいた、こちらの商品もそうなんですけれども、投信っていうのが結構大事でして、こちら無理を言って実写の黒子とイラストの黒子ちゃんをくっつけていただいたんですが、本当にこう綺麗にマッチングしていますよね。はい。まあ、投信というのをかなりこだわってこの2作品は、取り組ませていただいたんですが、まあ、マグロさんのですね、この墨絵も、シンクロコちゃん、この高橋さんの絵もですね、もう素晴らしすぎてびっくりしちゃうんですが、またさらに素晴らしい、絵が続いていきますので、ご覧になっていただきたいなと思うんですが、これ見てください。歌舞伎黒子ということで、プレオープンの際にですね、この背景が月になっているものを、プレオープンのみの限定販売ということで販売しましたので、月の背景になっているものは、現行の商品には出ておりません。はい。こちらが背景なし。そして闇夜。そして、歌舞伎の幕ですね。この黒、オレンジ、緑のこの幕のことです。はい。で、太陽バージョンということで、それぞれ、作らせていただいております。T シャツにスマホにコーチジャケット、ステッカー、キーホルダーと。いうことでたくさん種類があるんですが、こちらのイラストもですね、なかなかの思い入れがありまして、とにかくこう歌舞伎の派手な姿を黒子にしてもらいたいと、そして、顔だけは黒子の面をして、これが黒子ですよと分かるようにしていただきたいという要望を出したんですが、もうポージングから衣装から何パターンもずらーっとこう出していただきまして、よくゲームの資料集とかで、まだ色を塗ってない、こう、ラフというんですかね、ラフの、ものを集めた、こう、ラフ集みたいのってあるじゃないですか。ああいう感じで、こう、丸1、こんな感じ、丸2、こんな感じと、たくさん出していただいて、うわ、プロの仕事だ、ということで、大変に感激したのを、まだ記憶の新しい範囲で覚えておりますが、どうですか？もうこのクオリティですよ。初めから。墨絵があって、シンクロコちゃんがいて、歌舞伎黒子がいるという、もう甲乙つけられない、すべて満点。大満足です。皆さん本当に。ありがとうございます。はい。ということで、こちらですね、書いていただいた書き手さんが、実は、商業での作家名とこちらに書いてありますけれども、プロの漫画家さんでございまして、締め切りとある中でですね、お忙しい中、黒子の方にもご対応いただいたわけでございます。ツイッターもここに書いてありますので、ぜひご覧になっていただいてということで、フォローしていただければなと思います。通年作品もね、皆さん見ていただいてご購入いただきたいと思います。黒子のツイッターのフォロー数というのが大体30か40ぐらいなんですが、馬匠さんというお名前の方でございますので、馬匠さん、探していただいて、まあ、フォロー数は30ぐらいしかありませんので、その中からだったら簡単にこう見つかりますので、ぜひですね、馬匠さん見ていただいて、フォローしていただければなと思います。はい。で、こちら墨絵ですね。マグロさんの作品がこちらに固まっております。で、スズリの使用上ですね、商品の入れ替えというのができないので、黒子ちゃんは黒子ちゃんでまとめて配置したいんですが、それができずに、こう、飛び飛びになってしまっております。はい。ロンパースですね。赤ちゃんに黒ちゃんをつけると、いうことで、黒子ちゃんのように賢く元気な子に育っていただきたいなと思います。はい、こちらステッカーですね。そしてマグカップ、どうですか？これ渋くないですか？はい。そしてアクリルキーホルダー、これは二人揃ってます。はい。そして、ロンティーですね。そしてスタンダード T シャツ、相棒ということで、これどういうことかというと、まあ、墨絵両面というふうに書いてある通り、これはですね、裏面に、要は表ですね。表に黒子ちゃん。そして背中側に黒子というふうにこう分かれて、プリントされております。はい。素晴らしい商品になっているかなと思います。こちらもですね。まあ、表裏ありますんで、この首の部分見ていただければ、T シャツの表裏分かるようになってますので、お気をつけください。そしてこちら黒子ちゃん単体です。で、T シャツは全てそうなんですが、カラーバリエーションがありますので、商品購入する際に、中からサイズとカラー選べます。はい。表示上は白にしてありますけれども、まあ、見やすいように白にしてあるだけであって、例えば、まあ、このようにですね、本体の色、ボディの色は変えられますので、
皆さんご調整いただいて、自分はこんな組み合わせにしたよなんていうことをツイッターに書いていただけたりしますと、クロコが速攻でリツイートしに行きますので、ぜひ真実を語るクロコ、まあ、もしくはマロカレドーと、ハッシュタグをつけてですね、ご投稿いただきたいと思います。はい、ではまたクロコちゃんの方に戻るんですが、アクリルブロック、まあ、これは置物なんですが、ブックエンドにしていただいてもいいですし、何かこうプリントの上にこう重ねておいていただいてもいいですし、はい、結構いい出来だと思うんですね。かっこいいです。はい、玄関の中にね、こうワンポイントにポンと置いておくと、お、この家はクロコちゃんファンなのかとこう分かっていただけるというものでございます。はい、そして新クロコちゃんのグラスです。シンプルながら結構いい感じでございます。そしてこっちはマグカップです。シンプルながらいい出来だと思います。はい、いい感じです。はい、これトートバッグです。はい、シンプルながらいい感じだと思います。はい、こちらスマホケース、シンプルながらいいですね。はい、もうこれシンプルながらいいです。はい、シンプルながら全部いいと思います。で、これは、ワンポイントの、胸元ワンポイントの T シャツになっていますが、この色合いいい感じじゃないですか。この色合いどうですか？ちょっとウルトラマンっぽい感じがしますよね。はい。キシンクロコちゃん、結構クロコお気に入りでございまして、いろんな種類作ってみましたんで、ご覧になっていただきたいなと思います。ちなみにクロコはこのスタンダード T シャツを、購入しております。あとですね、このコップ買ってます。はい。これからの季節ですね、麦茶でも飲みながら、こう、クロコちゃんを眺めていきたいなと思っておりますので、皆さんもご購入いただきたいなと思います。はい。では次に行きましょう。これ、ブランケットが2種類あるんですが、ちょっと見てみましょう。はい。これどうですか？クロコちゃんとシバクロちゃんの総柄なんですよ。はい。で、サイズ感的にはこんな感じ。結構大きいですよね。車の中とか、まあ、ソファーの上とか、さっと、使っていただければなと思います。で、こちらは黒い、デザインになってまして、クロコのお顔、ロゴですね。あーちゃんさんに書いていただいた、ロゴを、三上さんという方にですね、これも詳細貼っておきますけれども、三上さんという、デザイナーさんになるんでしょうかね。ウェブデザインをされている方という紹介が正しいのかわかりませんが、作成をいただきました。ロゴ自体はあーちゃんさんに書いていただいて、作成をいただいて、この総柄に関しては、この、こちらもですね、クリアマルチケースとか、マスクもそうなんですが、総柄はすべて三上さんの方に作成をいただきました。で、三上さんはですね、ツイッターの方で、またインスタの方でいろいろ画像を上げたりだとか、こういったことをしていますというのを上げておりますので、そちらも見ていただければなと思います。本当にですね、驚くほどテキパキした仕事具合でございまして、一目見て、こやつ、仕事ができる男だな、と黒子は思ったわけでございます。はい。しかしですね、素晴らしすぎて、もう黒子はただスズリに動画をこう、画像ですか、画像をこう入れていくだけで素晴らしい商品ができていくというシステムになっていまして、なんだか申し訳ない気持ちも生まれてしまうほど素晴らしい仕事っぷりで、黒子の黒子をしていただきました。お手伝いいただいた黒子ちゃんは、ロゴはあーちゃんさん、こっちの総柄の方の絵柄はすべてビーズドールさん。はい。で、総柄を作ったのは、三上さんということで、お間違いないようにお願いいたします。はい。で、次は、開口というタイトルにしてありますけれども、これはかの有名な天才のり太郎さんですね。かの有名な天才のり太郎さんが、動画でも何度も出ておりますけども、これ、何がすごいかっていうとですね、これ、手書きなんですよ。手書き。すごくないですか？手書きなので、デジタル化されてないので、もしかしたらこう多少画質が荒かったりすると思うんですが、当然なんですよ。手書きですからね。はい。アナログのもう神様でございます。で、もうこれはちょっと商品化させてくださいということで、商品化させていただいております。で、もう一つですね、風神と雷神の素晴らしいデザインがあるんですが、それも木を見て、商品化をさせていただきたいなと思っておりますので、もしかすると、皆さん方に販売のお知らせが届く頃には、なっているかもしれないですね。ここに並んでいるかもしれませんので、ご覧になっていただきたいなと思います。はい、そしてミニマルチケースですね、まあ、要は小物入れになってまして、これは縦、そして柄が横、これあーちゃんさんのロゴに三上さんの総柄ということになっています。このマルチケースもそうですし、このクリアファイルもそうです。このクリアファイルはですね、結構思い入れがありまして、黒いクリアファイルですんで、情報をクロコちゃんにしたいときにうまく隠せますので、何か絶
対に人に見せられない情報を紙媒体で運ぶときはこのクリアファイルを必ず使ってください。はい。例えば我が家のカレーのレシピとかですね、絶対に他言できない、情報漏洩が許されないものに関してはこのクリアファイルを使ってください。はい。次にマスクです。こちら子供さんサイズ、お子さんサイズもありますので、総柄の黒子ちゃんですけれども、つけてみてください。はい。まあ、これから暑いんでね、何かの折に使ってください。はい。あんまりマスクしてるとね、お子さんが苦しくなっちゃいますので、各自ご調整をいただきたいなと思います。はい。続いて高橋さんの七福神。かわいい。うん、かわいい。こちらもですね、ポージングはどうしますかとか、七福神の配置はこれでいいですかとか、色合いはこれでいいですかっていろいろこう気遣いをいただいてですね、完成したものでございます。で、以前のマロカレ堂の動画でもお話ししたんですが、缶バッジに関してはタイトルに何ミリ専用というふうに書いてあります。今一度簡単にご説明させていただくと、32ミリ、これが一番小さいんですが、32ミリには32ミリ用の画像を、サイジングして入れてあります。で、75ミリには75ミリ用の画像を入れておりますので、商品ページの方からサイズ変更というところがあるんですが、75ミリで画像を入稿しているので、このページから32ミリを買おうとして缶バッジを小さくすると、画像のサイズは75ミリのままなので、溢れ出ちゃうんですね。はい。まあそういったことが起きてしまうので、これはスズリの使用上しょうがないんですが、タイトル分けでサイズをして、サイズ分けをしておりますので、タイトル分けのサイズ分けだということを覚えておいてください。はい。缶バッジすべてそうしてありますので、ご覧になってください。で、缶バッジはですね、この2種類しか、今のところ出していないんですが、これはもう要望があれば、随時すぐ出せます。スズリというのはですね、在庫管理をしないシステムになっております。まあ、つまり、受注があってから、作成をすると。受注生産という仕組みを取っておりますので、黒子に負担がかかることはありません。その代わり、発送の日数が長いという、欠点はあるんですが、まあ、欠点というと失礼なんですけどね、まあ、長所と短所と、まあ、利点とありますんで、ぜひ、ご要望があれば言っていただければ、あまりにも突飛なものでなければ、検討をした上で、可能であれば商品化はすぐさせていただきますので、ご覧になってください。で、サイズごとに値段が違いますのでね、当然大きくなればちょっとずつ高くなっていってしまいますので、お気をつけください。はい。でですね、次はこのロゴですね、お顔ロゴのスマホケース、リュック、そして、キーホルダー。はーい。あーちゃんさんのロゴですね。これはもうあちこちに使わせていただいておりますが、ワンポイントのさりげないデザインが好き。だけど黒子感はちゃんと出したいという方には、これもう、最高じゃないですか。すごいですよね。でも冷静に考えると、こう、黒子って目立たないためのものなので、黒子の顔のロゴって結構矛盾してるんですけど。はい。でも、可愛いからいいですよね。スマホケースとか超可愛くないですか、これ。もう文字とか何も入れずにですね、もうシンプルイズベストでやっております。はい。で、次七福神ですね。ステッカーとクリアファイルと、キーホルダー、うん、で、こちらはスタイですね。そしてロンパース、これ赤ちゃんセットになっています。で、クロコテングさんのクリアファイルとステッカー、ステッカー、ステッカー、これはドット絵の柴黒ちゃんです。はい。で、クロコちゃんの小学生時代クロコ散歩のファイルとステッカー、これね、ワンちゃん一緒に歩いてますからね、シマクロちゃんがね。はい。これ Vlog を撮ろうと思っていくつかもう撮ってあるんですが、黒子が神社参拝とかお寺参拝をしながら、これはこうですね、ああですね、なんていう黒子散歩という企画はもともと用意がありまして、そのためにビーズドールさんに書いていただいた、黒子ちゃんママに書いていただいた絵で、ございます。ですので、もしかしたら今後、黒子の Vlog が上がるかもしれませんので、お楽しみになさってください。黒子と一緒に、寺社仏閣に参拝したりだとか、街中を歩いてこのご飯美味しいですよ、なんていう動画が、体験できるかもしれません。はい。そして、これは黒子ロゴですね。965、黒子ということで、黒子は965万人を目指して頑張っております。はい。キーホルダーとステッカー、そしてサンダル、キーホルダーと。
ということで、たくさん商品が並んでおります。現段階では正式オープンを迎えるにあたって、これがフルラインナップということに一旦させていただきます。一旦と言いますのは、例えば秋冬になれば長袖が追加されたりだとか、パーカーを出したりスウェットを出したりとか、また商品というのが変わってきますし、すずりさんの方の変更というのも十分あり得ますけれども、夏を控えるこの段階ではですね、これが一旦フルラインナップとさせていただいて、随時ツイッターや動画で新商品が出れば広告をさせていただいたりとか、そういった形をとっていければなと思っております。はい、ということでざーっと説明させていただいちゃったので、クロコも正直言って何を話したかもう覚えていないんですが、マロカレ堂が今日からオープンです。そして12時から、すずりさんの方で半袖の1000円オフセールが始まります。はい、ぜひ皆さん振るってご購入いただきたいなと思います。で、プレオープンと違ってですね、個数の制限をかけておりませんので、誰が何個買っても間に合うようになっております。皆さんのお手元に、この渾身のクロコグッズたちが届くように、手配をさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうでしょうか。もう皆さんのイラストが素晴らしすぎて、はい、今回新しいご縁をいただいたクロコちゃんたちがたくさんいたんですが、まあ、マグロさんもそうですし、高橋さんもそうですし、馬匠さんもそうですし、高橋さんも、あーちゃんも、まあ、もともとご縁のあるビーズドルさんもそうですし、三上さんもそうですし、その他にもですね、たくさん、クロコさん私も絵描けますよ、困ったら言ってくださいという方々が本当にたくさんいらしてですね、本当であればすべて商品化して、皆さんの作品を世に出したいところだったんですが、様々な都合上ですね、限られた数での展開ということに一旦させていただいております。今後もグッズ展開というのは、幅を広げていきたいなと思っておりますので、皆さんの中でこんなものあったら面白いよっていうものがありましたら、一旦すずりを見ていただいて、すずりの中でできることというのを把握していただいた上で、これのこれを作ってくれたらいいんじゃないというふうなアドバイスをいただけましたら嬉しく思います。はい、まあ、こんな感じで、すずりのページから何が作れるかというのが選べますので、クロコさん、このデザインでこれ商品化しといてくださいって言われればですね、先ほども申し上げましたが、クロコに在庫負担はありませんので、可能なものであればすぐポーンと出します。はい、で、あまりにも細かい要望が多すぎるとちょっと難しいんですが、例えばこれワンポイントで、胸ワンポイントこっちにしてもらえませんかとか、これ背中側に入れてもらえませんかとか、そういったことは可能ですので、ぜひね、ご相談いただきたいなと思います。せっかくですから、いいものをみんなでシェアしましょう。はい、ということで、今日はですね、マロカレ堂の動画と、1年終わってみて、クロコのチャンネルを過去動画を振り返っていくという動画と、おそらく2本上がるか1本にしているかというところだと思うんですが、今日がぴったり1年ということで、お祝いの動画を上げております。ご報告も兼ねてございますが、ぜひご覧になっていただいて、振るってご購入をいただければと思います。はい、何時に正式オープンにするかということはまだ決まってないんですが、今日必ず上がります。動画が上がる頃にはオープンしてるんでしょうかね。もしかしたらもう12時ぐらいにポンと上げちゃうかもしれませんし、まあ、これからちょっと動画を編集したりする必要もあるので、手間はかかってくるんですが、今日中には必ずオープンを迎えますので、皆さん、ご覧になっておいてください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。2年目もクロコらしく頑張っていく中で、年内に10万人を目指して、やっていきたいと思いますので、皆さんぜひ温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。ではクロコは昼からビールデモン飲みながらリラックスして編集していきたいと思います。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。2年目もよろしくお願いいたします。